和田正之と尾崎由香と世界のワダックスチャンネル。さて本日もワダックスチャンネルをお送りしていきます。本日は朝のルリさんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。本編引き続きでね、ゴミも出て本当に映像付きですから。よろしくお願いします。あの本編ではね読めなかったメールもねまだいただいてるので、あお願いします。 ラジオネームかぼちゃプリンさんからいただきました。<ん>ダックスの皆さんこんにちはダックス。こんにちはダックス。ルリさん、妹さんと喧嘩することはありますか。あら。<ー>妹さんがどうなんですか。はい妹がおりまして、うん、そうなんですよ。でも喧嘩か。ちょっと考えますね。うん、いやでも今パッンと考えた感じ。あでも一個だけあるかな。うん、そんななんかうわーっていう大喧嘩はあんまりないんですけど。ちょっとうちの妹が 靴下が好きじゃないっていう性質があってあ靴下履きたくない人そう靴下履きたくないっていう,うできればあの洋服を身につけるのが好きじゃないっていうああ<ー>ラ族なんですね <laughs> あなるほどね <laughs> 言ってしまえばラ族なん結論が早いって何なんだよすいませんでなんかたまに靴下とかあの 好きなキャラクターの靴下とかをよくで履くんですけど結局嫌になって脱ぎ散らかしたやつを部屋の隅とかに山盛りに置くことがあって <laughs> <ー>なるほど結構<で>結構山盛りですか結構モリッとなって5足6足ぐらいモリッとなって白だ白でこのモリってなってるのを「いい加減片付けなさい」お姉ちゃんだからねあの,ねあの汚いよこれ洗うのどうするの?」っていうのを聞くと、はい、いや違うのって。 違うのこれは何が巣を作ってるの。やっぱシを作ってる。作ってるからこれ壊さないでって言われて、で妹があの出かけてる間にそっとそれを片付けて洗濯したことで。それ片付けたシロ巣がなくなるわけじゃないですか。それ帰ってきた後は別に何も言われないんですか。何も言わないんですよね。じゃあどうでもいいんだな。確かに。 それい思てかそんなに山盛りになるぐらい靴下は持ってるのがすごい。そうですね多分あの脱ぎ散らかすからなくなっていくんですよね。洗濯で落っつかなくなってくる分を補充するためにまた新しいのを買ってきてどんどん増えていくっていう。 いいやん一定の夫婦でさ家帰ってきたら靴下とかパンツとかがこう置いてて「あ腹が立つんです」みたいなそういう感じですかあそうですねでもあのうちのあ茜っていうんですけど妹の場合茜の場合は靴下だけなので脱ぎ散らかし他すとか。 キングは履かないですね。いやそれはそうでしょう。履きたくないんだから基本的にね。見につけたくないって言ってて、えじゃああんま怒りはしないんですね。ねうんあんま怒らないしお互いまあ一家で住むことが結構多いですね。心が広いんらいでね。優しい。年齢の近いねだって兄弟なんか大体喧嘩するので、えね私優しいですよね。おぜぺちゃんは人に興味がないじゃん。ありますよ。あります。闇深いし。いやでも。 ありゃまぁあのありますやっぱ子役からないよそんなことないです人間大好き人間と友達になりたい友達になってない人だね棒読みでじゃあ朝野さんとご飯行くならどこ行きますえどこ行こうかなどこ連れてくえじゃああのガレットとか食べますガレットえ知りませんあの蕎麦粉であのこう 折りたたんだやつなんかクレープのおかおやつじゃないバージョンみたいな女子が喜ぶやつ女子が喜ぶやついきますかじゃあ女子が喜ぶやつあ、でもそっかお酒もね飲まれるからおぜべちゃん麻雀やる麻雀できないんですあ、教わったらいいじゃん確かにこれを機に友達になりなよロンロンだけはわかるロンポンポンポン。あるあるロンとポンしか分かっ リーチって知ってるあリーチうん聞いたことありますそうあそういうのがあるんですあじゃあ麻雀にですね麻雀しますかぜひ麻雀友達としていっぱい友達作った方がいいよいやあのねせっかくね女性のねゲストが来てくださってねはいはね私のあのあのえ因縁の世界さんとの戦いねほうはい聞きたい因縁何ですかあの因縁つけてくるんですよ 判断してもらっていいですか？家でラジオ大切なものがあってそのラオのオルゴールがあるんですけど、オルゴールそのオルゴール大切にしてて、それにあのおはようとか今日はねこんなことがあってねって悩みとか打ちこう打ち明けるんですよ。待ってオルゴールに？はいあそあそうなんですよそうなんです打ち明けたりしてオルゴールにね。 今日も頑張ろうって言って回したりとかするんですよ。したら回ってくれて、そのオルゴールの中にそのドロシーがいるんですよ。ドロシー、そうあのオズの魔法使い。ああ、はいはい。でそのドロシーに話しかけてるんですけど、そういうことってやっぱ女子ありますよね。いや、ゼックしとるやないか。ダか。ドン引きしだるのか。なるほど。ほら僕らよりも ね、聞いてますよね、今ね。女子が女子に引くって、よっぽど。いや、あの、いや、引いたとかじゃなくて。ダメか。いや、だめ、だめとかだてめちゃめちゃフォローしてもらってる。優しい人。でも、でも、でも。どう、どうすか、ルリネ的には。その。オルゴールとかで。朝ですよ、起きて。そです。まあ、ぬいぐるみに話しかけるとかあります。あ、そう。人形ごっこみたいな、ま感じ。 でも、私も猫に結構喋りかけるので。猫は。猫はだって、生きてるから。無機物に対する対応の話ですね。ペットボトルに話してると一緒ですからね。でもね、これ私言ったじゃないですか。でも、男性の世界さんは、あの人形を持って。プシャン、プシャン、プシャンって、あの戦うらしいんですよ。あ、一緒ですね。ほら。え、それと、それとオルゴールが。 いやいやだって人形はだって戦うアクションフィギュアだからアクションフィギュアとして発売されてるから動かしていいじゃないでししょ聞く見るでしょ聞聞くく見見るるで話す用かだって話したかったら。 友達なり猫ちゃんに話しかければいいわけじゃないですか。うんうん、いやだってほら人形も別にあのピシュンパシャンやんなくてもね、うん、自分でピシュンパシャンってやればいいじゃないですか。<laughs> <は> <laughs> 自分でピシュンパシュン。<laughs> 人形に戦わせるんじゃなくてお前が戦えってことじゃないですかいや人形はだってねその技とかがあるから。うん、あ特有のね。そうナルトだった忍者だった忍者の技があるじゃないですか。でもオルオルゴールってくるくる待ってるだけやん。 響かせてくれますよ聞きながら寝るとかそれは分かるんですよ動いてもいないオルゴールに話しかけてからくるくる回して聞くは闇って浅野さん優しいからやっぱさいろいろこう聞いてくれてるけどこの対決はもうお見えないからね。 でも、今日。じゃ、じゃ、和田、和田ポンさん的に、朝起きて、彼女が、それやってたら、どう思います。まあ、分かれるかもね。どうですか?。妹さんがやってたら。彼氏とかね、妹とかやって。ちょっと、とりあえず、外に連れ出して、悩みを聞く。そうでしょう?。それが、それが。どうした?。どうしたってなるから、やっぱ、どうしたのっていうの、なるよ。そもそも、な オルゴールに話しかけるんですかそれが本当に大切なものなんですよ私なるほど小さい時にもらいただいたものでそれが私の大切なものっていうずっと持ってるので全部見てるからああ一緒に歴史を歩んでるんですよ思いがあんだな思いがあるなんだねなるほどあれだよ世界さんこれこれ以上攻めてはいけない思んないの今日った。 <laughs> ちゃんとあの朝野さんに、うん、世界さんと私のものは一緒だっていう共通点ができたからよかったなって思いました。うん、一緒にすんなよ。<laughs> なんでよ。なんでなんで。一緒にすんなよ。<laughs> 一緒だよって言われたからああかったなやっぱ一緒なんだなって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。良かった。<laughs> やっ怖いよこの人。一生友達になれる気しなよ。 怖いおざぴやちゃん <laughs> ねそういうことありますよね浅野さんもねこれで言って結構ドギツ漫画が好きっていうのがね, <laughs> ねあドギツイ漫画 <laughs>、ね、漫画好きなんですよメリさん漫画とか読みますめっちゃ読みます、うん、どんなのお好きですかなんか結構いろんなジャンル読むんですけど、はい、とにかく片っ端から気になって表紙で気になったものを試し読みして、うん、出てる分を買うっていう音をするんですけど、えーいい 最近なんか読んだ面白かったのありますかこれタイトルって言っていいんですかね全然大丈夫ですえっと、マザーパラサイト<ー>マザーパラサイト分かるわかりますわかりますよあれがすごい面白くてあの母親がいない中で育ってきた少年がうん、うん、母親代わりになる女の人を特回引っかえしていくっていう、うん、へ<ー>え面白そう これは闇深い結構闇深い話ですね結構おざぴやちゃんいいんじゃないこれあ、面白そう好き闇深いの好きなのかもね本当ですかどぎついのが好きですあ、例えばどんなのあの、あれですわ何だっけ私がおすすめしたやつ十字架の六人そう、十字架の六人十字架の六人読ん嫌なことありますいや、存じ上げないですどんな話ですか復習するやつですあ、多分好きです結構。 ぐさぐさいるんで。<laughs> ああ、多分好きです。まあ、結構スカッとします。ブルータルみたいな感じですか。うん、ブルータル。ブルータルも結構なんか、やらかした。そうね。人類を裏で。ねうん、ああ、でも、そんな感じ。ドスドスする人がいいみたいな。ああ。十字架の六人は。もうちょっと生々しいです。あ、うん、あ、うそうなんだ。そっちの方が。学生とか、そういうのが。根底にあってね。はい、はい、はい。まだ続いて。あ。 ちょっと読んでみますぜひぜひ十字架の6人スマイリーも面白いですねスマイリーほほほううう。だいぶ結構話題になって復讐心かそうそう復讐心ねみんなあるんだねそれなんかねやっぱすっきりしたいっていう気持ちがしたいねあるんだろうねありがとうございます教えていただいてありがとうございます漫画読みますはいということで ありがとうございました本当に楽しんでいただけましたかいや、ありがとうございますちょっとあの今日話してみて尾崎さんもしかしたら私と性質が近いかもしれないじゃあじゃあ友達にねぜひあの闇属性同士よろしくお願いしますマージャンポンしてカトンしましょうぜひよろしくお願いしますありがとうございます浅野さんありがとうございましたありがとうございましたはい皆さんチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします ここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正之と尾崎由香と。世界と朝のるりでした。ありがとうございました。